はい、皆さんこんにちは、ワンダルグループ氏です。今回はコンバットヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポスアムロ編、続きをプレイしていきたいと思います。まずは柔道がいたので、柔道のいる家に行きましょう。ところでアムロさん、なんであんなとこで寝てたんだい？寝てたわけじゃないんですよね。飛ばされていたんですが、シャングリラに飛ばされたみたいですね。ダカールへ続くルートがあるはずなので、まあ、それを使いたいという話になっています。ただ、今は無理。なぜ？半年くらい前のテロ騒ぎ覚えてるだろう。あの時にルートは破壊された。そのままということですね。じゃあこのルートを修理するイベントがきっとあるはずですね。ではちょっとそのイベントの内容を進めていきたいと思います。中にいるのは、これプルかプル2かなんかいますか。アタシプル、よろしく、プルプルプルですね。こっちにいるのはリーナかな。やっぱリーナっぽいですよね。バンガーの風買いに行かなくちゃ。では、街を探索していきまーす。市長ですね。忙しいんだ、後にしてくれないか。いやー、ルートを通させてもらわないと。ルートの修復は無理なんですか？ゼウスの方ですか？しかし、いくらゼウスの人の頼みでもね、こればっかりは先立つものがなきゃ話にならない。金がないのか。1億寄付していただけるなら考えてもいい。1億なんて金はない。今最新の装備を揃える金もなくてちょっと困ってたところなんですよね。いやー困ったな。もうちょっとこの街シャングリラを徘徊して回りましょう。なんか街外れにやってきたんですけど、どうやらエンカウントがありそうな、そんな音がしてます。ちょっと先に進みましょう。開かない。鍵がかかってるのか。そうだね。鍵がかかってて入れないな。ではちょっと戻りましょう。やはりエンカウントがあるな。まあ、ここは、どうだろう。さっさと攻撃しましょう。何効かない。しかも、装備がしょぼいせいで、結構手こずりそうだな。一旦逃げましょう。装備品をちょっと新しくしないと太刀打ちできなそうだな。こっちから行っても同じかな？いや、違うな。行ける場所がちょっと違う。ゲーマルクか。ゲーマルクはそんなに強くないはず。お金をちょっと貯めつつ、この、なんか、町外れの建物の中を散策していきましょう。うん、こっちにシャアがいる。こんな道路にシャアがいると。これ気づかないなぁ。しっかりイベント追っていかないと。で、やっぱりね、装備品がしょぼいので、ちょっと苦戦しそうな予感がしてます。考え物ですね。かといって、貯めるのもね、ちょっとここの敵相性が悪そうなので、一旦このまま突っ走りましょう。まずはシャアに話しかけます。おや、君はアムロか。どうしてこんなところに。あなたこそどうして。ジョンが滅亡したのでな。行き場がなくなったのさ。それと、妙な噂を聞きつけてた。妙な噂。ジョン滅亡の際に大量の金塊が運び出されたという話だ。来るべきジョン最高の日に備えてな。その額なんと10億。いやー、ちょっと装備が欲しいから、その10億からいくらか工面してほしいな。闇ルートでシャアはやってきたという話ですね。どうなんだ、私の話に一口乗らないか。ジオンの埋蔵金探しだ。いや、埋蔵金探ししましょう。3分の1もらえれば3億もらえるってことでしょ。それでさっきの師匠に1億渡せばルートが直してもらえるということですね。ではシャアが仲間に加わったので埋蔵金探し進みましょう。そういえばガルマはどうしたんです。彼も逃げ延びたんですか。ガルマは死んだよ。最後までお坊ちゃんだったな。てん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 。なんかそんな、冷たい言い方する人と一緒にいるのは、若干怖いな。ジオンといえばかなりの軍事力を誇っていたはずなのに、どうしてこうも簡単に、アクシデントやられたんですか。奴らは力だけではない。謀略も凄まじい。我がジオンも奴らの謀略で骨んだよ。あの、飴と鞭を巧みに使い分ける。なるほど。そういえば、英語でのチタンズがクーデター。なんかちょいちょい、アムロとシャアの会話を挟んでる。うん、シャアはササビか。
ハザードどうだろう。うわ、強そう。たくさんメガ粒子を使ってみよう。ドガーンといきますね。ただ一撃では倒せないんだ。うん、強い。ササビ、ここまで持たんでしょう、誰か。もう敵の、モビルスーツは、ダブルセーターのものになってますね。先ほどの消え魔力もそうだし、ここに出てる答弁力もそうですね。まあ、シャアが加わってくれたので、だいぶ楽にはなってきました。さっきより、戦いがね、早く進みますよね。まあ、アムロだけだときつかったからな。では、埋蔵金探し進めていきまーす。そろそろだな。なんですよ。埋蔵金の話が正しければ、ここから先はトラップだらけ。気を引き締めていこうぞと言ってますけど。気をつけろ、アムロ。この先はどうも怪しい。え、誰だ？ん？ジョンヘだ。ここまで来た盗人は貴様らで二人目だ。貴様らただのネズミじゃないか。何者だ？名前などない。我がジョンの財宝を狙う者、死を与える番人だ。なんとか説得できませんか？同じジオンの人でしょう。無理だな。奴から見れば私とて単なる泥棒に過ぎ。死ね！戦闘になるのか？ち。あ、シャアが落ちてしまった。シャア！二人一緒にあの世に行くんだな。ジーク・ジョン！うわぁ！脅されてしまいましたね。ロさん。アムロさん、よせ、頭を打ってる。しばらく静かに寝かせておいた方がいい。気がついたか。僕もね、追突事故されたことあって頭打ったことあるんですけどね。うん、柔道じゃないか。どうしてここに？母、実は俺もさ、埋蔵金の話を耳にして狙ってきたんだ。けどあの野郎にここに落とされちまったってわけ。とにかく怪我も大したことなさそうでよかったぜ。ここは出口はないのか？今のところ見当たらん。だが、まだ希望はある。調べてみたら、わずかだが、ここの空気は動いてる。つまり、どこかで外と繋がっているというわけだ。俺も行くぜ。お、これでダブルゼータが、手に入るのかな。大丈夫。いざとなりゃさっさと逃げ出せ。そうか、パーソナルシステムないので、ダブルゼータ、使えないのか。できればね、ダブルゼータも戦闘に加わってくれると、だいぶ戦いやすくなると思ったんですけど。そろそろボス戦に備えて、テクニカルボントを抑えたいんですが、どうしても3体とかになってくるともうちょっと、テクニカルボント使ってでも全体攻撃していかないとしんどいですね。まあ、テクニカル、カプセルは、まあ、数は少ないんですが、ちょっとは持ってる。まあ、それでなんとか、切り抜けましょう。できればね、ここでおそらくボス戦があると思うので、そのボス戦の前にレベルが上がって、体力だけでも回復してくれると嬉しいな。このね、ヒッポリット星人が本当に強力なんですよ。攻撃力がとにかく強いんで、これ本当に要注意な相手です。うわ、スカッタ。スカッタよ。ね、アムロはね、結構食らうんですよね。ハンデル、ハンデル。温存しましょう、ここは。ん、何かいるな。ちょっと彼と話をしてみましょう。何者だ？いきなり現れて何者ではないでしょう。あなた方こそ何者ですか？失礼、僕はアムロレイ、ゼウスのメンバーです。こちらはシャーズナブ、そして樹道アーシタ。これはどうも、私の名はシュー。シュー白川と言います。こんなところで何をしていたんだ？実はパーソナル戦争システムは何者かに盗まれてしまいましたね。取り返そうとしてこんなところに落とされてしまいました。あなたも転送システム持っているんですか？すると、モビルスーツとはちょっと違いますが、グランゾンというロボットを持っています。この間の、マサキという、このシューという人物という、最近妙な奴が多いな。まあ、アムロ自身も妙な奴といえば妙な奴ですけどね。僕たちと一緒に来ませんか？では、お言葉に甘えさせていただきます。と言っても、このシューも転送システム持っていないので、戦闘には、加わってはくれないかな。そんな気がちょっとしますね。ちょっと道に迷ってしまってたら、鍵がかかってたところ、中側から開けることができました。なので、何か新しくイベントが起きたの鍵を開けるっていうよりかは、
ダンジョンの内側から鍵を開けられた。まあ、そういう形ですね。なかなか、このダンジョン複雑で、戻ってきてしまったので、もう一度潜り直します。何か怪しげな呪音兵がいますね。話しかけてみます。貴様ら、怪獣どもの餌にもならずまだ生きていたのか、ただものではないな。こうなったら私の手で始末してくれる。コール、ビグザム。ビグザム戦か。ビグザムだとビーム兵器とは通用しなそうだな。となると、ミサイルショット。オールレンジ攻撃よりかはやっぱミサイルかな。ミサイル攻撃で様子見ましょう。スカッタか。あ、4000入るんだ。結構入るな。攻撃はしてこない。なるほど。となると、一旦オールレンジアタックやってみる。で、アムロはアイテムで。いや、ここはミサイル攻撃もう一回続けよう。1100か。やっぱ全然違うな。あー、3000入るんだ。で、跳ね返されるんだな、ちょっと攻撃が。で、800。まあ、そこそこだな。だったらオールレンジ攻撃でいいかな。で、アムロは、シャアを回復させましょう。どうだろう、ちょっと跳ね返されるっていう感じですね。3000入って反射されて800。3分の1くらい食らうのかな。なに、シャアが。寄ってやがれ。しょうがない。ここは、オールポーションで回復させるしかないな、一度。で、2つのミサイル、アムロは回復させましょう。まあ本当はね、ミサイル全体攻撃技なんで、効率はちょっともったいないっていう感じはしますけど、ただダメージ量を考えるとやっぱりミサイルしかないのかなって感じしますよね。通常攻撃がどれくらい入るかせっかくなんで見ますか。意外とね、こう、絶望的なダメージを与えては来ないので、じっくり見てはいけますね。558。いやー、これはミサイル攻撃、使えなくなったら、なかなかしんどそうだな。特にシャアのミサイル攻撃、結構攻撃入りますよね。のミサイル攻撃はちょっとうまい時間になりました。もうちょっと地道に削っていきます。ビグザムがちょっと全体攻撃使ってくるようになってきてちょっと苦戦してます。相変わらずちまちまと通常攻撃を当ててるので、これですね、これがね一瞬削られるので、なかなかアムロとシャアが揃って攻撃に転じるっていうのがね、難しくなってきてて、ダメージが与えられるのか、1回量がちょっと減ってきてるっていう、まあそういう状態ですね。テクニカルポイント回復したらもうミサイル撃ってダメージを取っていきます。助かったー。貴重なテクニカルポイント。もったいなかったですね。じゃあまた。ちまちま攻撃していきましょう。何？アムロがやられた。アムロがやられたか。ちょっとしんどくなってきたな。しかも使った。いやー、ここは本当にもう結構長くちまちま戦ってるんですけど、なかなかビルザンが折れないですね。ちょっとテクニカルカプセル使って、この後、しまったー、間違ってファンデル使っちゃったよー。いや、これはここまで来てやり直しか。アイテムがね、そこに尽きてしまったんですよね。くー、最後ミサイルにかけるしかない。当たってくれ！倒した
いやー、クリティカルヒットが入ってくれてよかったな。はい。ただ、こっから脱出しないといけないのかな。バッバガな。ジョン軍最強のモビルアーマー、ビグザムがやられるとは。だが、財宝当たりの太田さん。ジークジョン危ない。バカな男だ。ザビ家の財産などを守るために命を投げ出すとはな。さっきから妙に気になってたんだけど、シャーさん、あんたジョンの人だろ。それなのやけに冷たい言い方してるな。ジョンはザビ家のためのこった。いや、だった。ジョンは祖国だが、ザビ家は私にとってはむしろ敵だよ。なんだかわかんないけど、まあいいや。あ、あれは。シューさん、ありましたよ。転送システム。これでしょ。ああ、それです。いろいろとお世話になりましたね。近いうちにご恩返しをさせていきます。では私はここで、いやー、一緒に外に連れ出させてくれ。とりあえずだ。いやー、ちょっと回復回転がない。まあ、アムロ回復するしかないから、アムロ回復して、置きましょうか。ちょっとじゃあ、微妙な状況なので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。